わずか8000のキャリアを華やかに駆け抜けた谷のギムレット。その強靭な末脚はファンの記憶に鮮烈に焼き付いている。谷のギムレットは2歳の夏、札幌のダート 1000m でデビューした。素質だけで2着に追い込み、トレーナーはクラシックを意識したという。2戦目は暮れの阪神だった。4ヶ月半の休み明けにもかかわらず2着を7馬身ちぎる。ここから快進撃は始まった。3歳初戦の新山記念、インをこじ開けたその勝ちっぷりは着差以上の強さだった。続くアーリントンカップ、全身がバネのように弾むフットワークで直線を独壇場とした。皐月賞トライアルスプリングステークス、4コーナーで大外を回り、カバーをまとめてなぎ倒す豪快な勝利。後にマイルカップを制すテレグノシスを差し切った。クラシック制覇に王手をかける。3歳三冠ロード初戦皐月賞、1番人気に押されるも追い込み届かず3着に敗れる。それでも上がり3波論は出走馬中唯一の34秒台。ダービーでの巻き返しが期待された。だがここで陣営は意外なローテーションを選択する。ダービーに直行せずに NHK マイルカップへの出走を表明。春に G1 を3連戦、コンディションを保つことができるのか。マイルカップの舞台は直線 500m の東京競馬場。その勝負どころで度重なる不利、体勢を立て直したものの3着。一度狂った歯車はもう元には戻らないのか。三歳馬の頂点日本ダービーに異例のローテーションで臨む谷のギムレット。見えない疲れを、距離適正を、レース前にささやかれた不安材料。しかしトレーナーには信念があった。オーナーには信頼があった。ジョッキーには確信があった。18頭の精鋭が最終コーナーを回った時、谷のギムレットの破格のエンジンに火がついた。そして谷のギムレットが大外から直線大外を豪快なフットワークで伸びる。後に年度代表馬の座につくシンボリクリスエスラの2着争いを尻目に完勝。紛れもない実力で同世代8512頭の頂点に輝いた。結果としてこの日本ダービーが谷のギムレットのラストランとなった。秋競馬を前に屈権炎による引退、現役通算成績8戦5勝、第69代日本ダービー馬のタイトルを獲得した圧倒的ポテンシャルは3区へと受け継がれる。